いや、吉井監督との仕事は本当に面白かったですね。あんなに、なんだろう、よく喋って面白い監督だとは、写真からは全然想像できなかったんで、すごい楽しい作業でした。実写の監督なんじゃないかって思うぐらい、テクニカルなことはあんまりおっしゃらない方なんですね。やっぱり役柄の感情を引き出していこうとする監督で、肉体的なことをこうおっしゃるような感じというか、ここはこう腰を据えてとか。とても頑固な方だなと。自分が持っている世界観とかっていうものを、揺るぎもないビジョンが見えているがゆえに、妥協することがないっていうんですか。さすがにやっぱりこう世界の推しと言われるだけの方だなと思いました。インディ・ジョーンズ見た？うん。インディ・ジョーンズ見てない？要するに今のハリソン・フォードがインディ・ジョーンズがね、ある時ちょめちょめして、その息子時できた子供が大きくなってたって話なのよ。ね？だからみんなさ、なんでみんなその親と子が出てくるの？これ、ミアさんもそうだし、おじいさんもそうだし、で親と子でね、この3本見てたら評論家風に行っちゃうとね、何が面白いかって言ったら、片や空でしょ、片や海で、片や秘境へ行くんですよ、また。ああ、確かにそうそう、ですね。ほんでね、今あるここはね、関係ない。これは面白かった。面白いでしょ。いや、それはね、いつものさ、鈴木敏夫のさ、詭弁の冴えたるもんでさ、自分で一人でさ、感心して見せてさ、でいやいや、考えがあったの、考えが。考えだと、年取ったんだから親子の話なんだ、当たり前じゃそう、その通り。ね、皆さん67でしょ、スピルバーグっていう人は62、33ぐらいだね。ね、ほんで、おじいさん58だっけ、7 そこは強く ね、そしたらみんながね、そういうことやってるんですよ。で、まあ、細かいことはそれいろいろあるけれど、これはね、ちょっとびっくりした。ほんでね、空だとか海だとか秘境だとかっていうのがね、みんなね、共通項、全部あの世。あの世じゃなくては否定あしのなよ。いよ。え？50過ぎてさ、映画の中にあの世が出てこない方がどうかしてんだもん。昨日ポニー見て分かったよ。この映画はね、鈴木としては何もしてないんだってのはっきり分かったよ。何もしていないです、100%ミヤさんの映画っていうのはね、いや、本当にミヤさんの映画です。100%ミヤさんが作ったんだよ。それはその通りです。指一本触れてないって、触れはい、させてもらえ指一なかっ本触たれんてだ、ませきっん。とってさ、ね、だから映画になってないもんね。やっぱそれはそういう意味で言えば、今まで皆さんの映画がさ、映画足りてたのはさ、どっかで鈴木敏夫がいたりさ、高畑勲がいたりしたからなんだよ。映画として監修する装置がなかったんだもん、今回は。妄想の羅列だもん。もっと言えば願望炸裂映画じゃない、治り映画でしょ、あれ。ああいう女房とさ、息子だったおらじよさかっんたダメんだっですた？よ。ポニえ、ョ。何が、ポニョダメ。いや、面白かったよ。面白かったっていうのはさ、皆さんの妄想が面白かった。その映画になってないっていうさ、だって映画として監修してないんだもん、全然ね。ちょっとあんまりそういうこと言わないでほしいんだけど。そういう映画じゃん。ちょっと、なんでそういうこと言うだっの？てそうじゃない。もう少しさ、なんていうのかな、オブラートに包んでみて。あいつ、藤本って何者なの、あれ。説明ないっすね、何者なの、あれ。確かに。藤本って、おじいさんに一番似てんじゃないかどこが似てんだよ。な。元気だね、おじいさん。え？元気。元気だよ。体力も気力もあふれ返ってるからさ、スカイクローラーは面白かったです。また、今日来た目的は一つだけでさ、なんてほったらかしにしたんだってさ。それがおじいさんの今日のテーマなんですね。嫌になっちゃったわけ。違う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 、いや、何なの。やっぱり皆さんの心境ですよ。いや、皆さんもだから誰の言うことも聞皆かさんの心境はね、やっぱり高畑勲の呪縛があったでしょ。やっぱり高畑勲っていう人と15年やった。でもその後も実はね、亡霊のように付きまとったわけでしょ。だからさ、でも皆さんの大きなテーマってのは、一つは何かって言ったら、そこからどうやって遠いところ行くかでしょ。それはさ、多少慣れてもさ、自分の映画に鈴木敏夫の理屈とかさ、高畑勲の脳が必要だってことを認めてたわけだ、ある時期までは。多分認めたくないけれども、やっぱり必要だったんだってさ、それをだから抜きにして映画作ってみたくなったってさ、素晴らしい妄想の確定であることは認めるんだってば。多分日本史とか世界一妄想の、ね、皆想像さん、のそういうの凄ま作っじいてみ人た間かっだってた。さ、それは確かだよ。作ってみたかったね。
だからね、とにかく自分が思いついたことをどんどん絵にしていく、うん、そういう映画を作ってみたい、うん、そういうことでしょ。それはね、映画というにちょっと無理があるっつう。個々の妄想はね、ものすごく面白いわけ。表現力に満ち溢れてるしさ、うん、頭の10分間は絶好調で、うん、クラゲに乗って上がってくるとかなんかね、本当にうまいなってさ。だからそれ個々のシーンはみんな素晴らしくてうっとりするんだけど、だからまさにおじいさんが指摘したようにね、妄想をやりたかったんですよ、うん、あのお母さん何のためにうちに帰ってるの、ね、あのお母さん何のためにうちに帰ってるの、うちに帰ってる、うちに帰ってからもう一回さ、ひまわりに戻ってるじゃない、うん、ね、だったらなんでずっとひまわりにいないのよってさ。それだって何しにうちに帰ったの。ポニョともソウスケのねとのやり取りをしたかったからでしょ。あの映画の世界の中でどういう意味があるんだって聞いてるんだよ。だから最低限の必然性がなかったら誰も納得しないんだよ、ね、それでもついつい見せちゃうのはさ、表現力が圧倒的だからで、うん、だからそういうものを作りたかったんだろうね、うん、そういうものを多分だからテーマもうとっくの昔なくなってんだよ。やっぱり構造のない映画を作ろうと思ったことは確かなんですよ。構造のない映画を作ろうと思ったんじゃなくて、うん、構造がないことは、それは、ね、僕認めるの、結果が何でかって言ったら、何でかって言ったら構造って高橋さんだったんですよ、うんうん、そうすると構造をね持ち込む限り永久に高橋さんから離れられないんですよ、うん、それがさおかしいんだよ。だから、いやおかしかろうが何だろうが自前の構造を持てばいいだけの話じゃないの。いやだからね、やっぱり僕も驚いたですよ。ほんで驚いたったら何しろそばにいるわけでしょ、うん、ほんで普通宮さんの映画っていうのは主人公がいてその人の後にくっついていくといろんなことが分かってくるでしょ、うん、それを観客が共有するんですよ、うん、いわゆる推理ドラマ、うん、ところが今回は、うん、いろんな人に行くでしょ、うん、ポニョの話かなと思ったらソスケ行ったり、うん、そうかと思うと藤本が出てきたり、うん、でいろんな人行くから、でその人たちの分かったことで観客がそれを共有できるかって、そういう映画じゃないんですよね、うん、で普通そういう場合だとね、最初に説明しますよね、一体ここで何が起きてんだ、うん、でその中でそれぞれの役割をやるっていうのは普通でしょ。やらないんだよね、おじさまでもいつもと違ってたよね。なんだよ、あ僕はいつもとだって違うもの作ろうという意味に意思してやったんだもん今回、うん、少ないでしょセリフが。そうですね、少ないですね。少なくしたの、うん、少ないんですよ、うん、だからどういう心境の変化があったんだろう、うん、だからその見てもらいたいものが違うからだよ。まあ、おしりさん今回その恋愛映画、恋愛ってものに対しても向き合ったとして、まあこれは原作はそうだったからでしょうけど、主人公はまあ年を取らない子供じゃないですか。でその子供で恋愛映画をやるっていうことって、まあ、あのさ、あの人のどこに行ったって記号的な表現であることは確かなんだから、うん、うん、でも一種人形浄瑠璃に見えなかったですか。まあ、あの表情自体がこう豊かな感じではないですよね、うん、あのキャラクター動き、うん、押すと美術はともかくとしてね、うん、そこで人が動かしてる、うんうんうん、人形浄瑠璃、うん、見る角度によってさ表情が生まれるのが人形浄瑠璃の世界だけだ、うんね、これお能でも何でもそうだけどさ、うん、日本の伝統でもあるんだけど、うん、非常に日本的なんですよ。だから佇まいで何かを表現しようっていうのはさ、うん、日本でやっぱ日本人が持ってる美意識の一種特権的な表現ではあるんだよ。動くとか演技するとかいうレベルじゃなくて佇まいで何か表そう。でもなんか、まあ、僕はこれ思うんですけど、その今説明をしないことでもうあそこにタラタに新聞読んでる、あそこのみんなで集まって、うん、タラタにこうビール飲んでるとかタバコ吸ってるとかってだけで、もしかしたら今の若い人っていうのは自分の実感とこう延長線上であそこにいる人たちが分かってくれるんじゃないかと思っておしりさん作ったような気がするんですけどね。なんとなく説明しない、それは理解できますよね、うん、それもある。うん、あれなんか前気になったんですよ。あの一人一人のキャラクターがね、まあ喋るでしょ、うん、ある胸無表情で、うん、ところがカット代わりでね、なんか手が動くんですよ。で髪触ったりね、でちょっと横向いたりね、うん、常にそれがついてるんですよ、うん、であれなくなるとどうなるのかなとか、ね、あれなくなったら何もないよ、うん、今若者たちが生きてる時間そのものを表現しちゃうとだけで、うん、押井守と恋愛映画、うん、恋愛したの一言ぐらいあるよ。いやいや最近余計なお世話だよおいらくの恋を僕は感じたんですよ。やっぱりおいらくの恋っていうのはさ、いやその言葉はそれをそのままじゃないんだけれど、おいらくの恋だからこそさ、うん、その本質は露呈するんだよ。年、うん、を取ればいやだから面白かったんですよ本当に。年、うん、を取れば取るほど失恋に執着するんだよ、うん、生きる方も立身弁の方も含めてさ、ね、そういうもんなんだよ、うん、
や普通のさおっさんたちはさそれを表現する術がないから、だから小娘相手に遠行に走ったりするそれだけでさ、だから端的に言えばだから色気づいたんで、そう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 、うん、いやそれは昔さ大塚さんが言ってたじゃん、ね、大塚さんが宮さんのことをさ、ね、その安ヶ岳で飲んでる時にさ、宮さんがトイレに行った時にさ大塚さんがさ、いや宮さんね60過ぎたら ね、すごいことになるかもしれないと、 女に狂ったらすごいよねって言われてさそうなってほしい風だったじゃん明らかに。そういう意味では一番そういうところにさ、ね、転々としてるっていうかこう淡泊だったのも大塚さんだよね、うんうん、でもやっぱり見るもの見てるわけだ、うん、僕もそう思ったもん。宮さんはそういう意味ではさ度胸ないから、ね、奥さん怖いしで絶対現実には走らないだろうけど、うん、代償行為はさ全部だからアニメーションの中に持ち込むわけだ、うん、やっぱりあの人はさ植物とかさ、そこクラゲとかさ魚とかそっちの方に行ったんだよ。そう、うん、言い方はあれだけれど老朽、うんうんうん、そうなんだよ。あれはさだってクラゲでやり魚でやりさで5歳のさ女の子でやりさ、明らかに老人の世界で、うん、だってさあの映画ってね子供とさ年寄りしか出てこないんだよ。あのお母さんとさ、その彼氏がお父さん除けば、うん、他のさ大人たちってどこにいるわけですか。さすがだね。でもおじさんの面白いのはね、うん、これだけ理屈っぽい男が絵見てる、うん、絵見てるからです、うん、実を言うと本当のこと言うとね、一番びっくりしたのはラッシュ見てて、うん、あの車のシーン、アイスクリームペロッと舐めて、うん、ね、手前車来るじゃない、うん、ハンドル左切るじゃない、うん、あの迫力のなさ本当にびっくりしたの。え、どうすんのと思って。お話の方もそう、リサリサリサなんて言ってね、いろいろやってるくせに、じゃあっつってそれはあっという間に解決でしょ。嘘をいっぱいするのはあるんですよ。でそれの羅列でしょ、きっかけの部分だけをポン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 やっていくんですよ。あれだからさ、特にクラゲ見た時にそう思った。あのクラゲうまいよね。うまい、うん、びっくりしたよ。田中のあっちゃんが特にやった。あのクラゲ見た時にめちゃくちゃすごい、あれはね、なんかワンカット1600枚、うん、クラゲとか魚のひらひらとかね、うん、あのポニョの妹たちのひらひらとかね、うん、あ、こういう世界に行ったんだってさ、うん、たやおしりさんは今回、まあ、例えば、まあ、イノセンスなんかその人形とかの世界でしたけど、今回まさに人間に行ったってことですかね、うん、そういう意味では。だからやっぱり年取ったってことでしょう。だって人間と人形だとか人間と犬だとかね。でもそれを無理に言ってたわけでしょ、うん、それが俺の先輩特許だって。でそれで踏ん張ってる時はやっぱり若かったんですよ。あ、ということなんですよ。でもそれが相手が人間になった途端、うん、それはやっぱり押し守るのね、やっぱりなんていうの、踏んじゃったわけでしょ、踏み絵を。あ、そういうことなんですよ。自分そう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 、やっぱりだからある種の老朽なんですよ、うん、だから僕に言わせれば、うん、今のインディ・ジョーンズと最初にね言ったこと、やっぱり関係あるんですよ。だから僕この3本見ててやっぱりそこへ戻るんですよ。今若い人はどういうの作るんだろうって。でおじさんたちはこういうもの作ってる時、若い人たちはどう思うんだろうって。でも僕は実はね、ポニョもスカイクローラーも言っちゃいますけれど、実はインディ・ジョーンズも面白かったんですよ。うわーっと詰め込んで、でいわゆる映画の好きな人、インディ・ジョーンズを好きだった人みんな文句言ってるでしょ。でもね、延長線上で見ると面白いんですよ。スピルバーグっていう人が何やってきたかの、あ、その間にね、あ、でおまけにインディ・ジョーンズのすごいところ、哲学も宗教もね、うん、ここまでやるかって。否定しないよ全然。いや、正攻法で一回向き直ってみようかなと思ったことと、うん、年取ったことはもちろん無縁じゃないよ。でも皆さん分かんないよ、皆さん分かんない、うん、俺これ見てね、その描いたものはともかくその描き方があるでしょ、うん、この粘りはすごいでしょ。あのね、多分ね、全部手書きで行くんだっていうさ、その宣言は僕は最後に宮さんが会ってたから、まあ、2年ぐらい前かな、うん、これからはもうね、もう一回絵描きの手に取り戻すんだっていうさ、うん、コンピューターのあちらさんがみんな首だって、うん、なこと言ってないよ。そこまで宮さんだって分かってんだから、手で描こうがコンピューターでやろうがね、上手なもんね、上手なんだから。いや、おじいさん今回もスカイクローラーで空のシーンはまあ、CGまあ、3DCG でやって、で、まあ、地上のシーンは、まあ、いわゆる、まあ、二次元の、まあ、アニメーションになってますよね、まあ、こういうふうな処理にしたっていうのは、まあ、もちろん意図的なのも分かりますけど、どういう狙いでってことはあるんですか。一つにはね、現実原作としてさ、そうでしかありえないっていうのがあって、だってもう全部を描くっていうだけのさ、アニメーターいないんだもん。
あの戦闘機とかさ、ましてあの雲うんかそうなんていうね、無能なアニメーターいないよ。いなくなったの？いないよもう。誰があの戦闘機描くの？誰も描かないよ。そういうふうにせざるを得ないじゃないのってさ、せざるを得ないんだったらそのことを、むしろ演出上に取り込むしかないんだってさ、だから雲の上と下をさ、はっきり違う世界にするんだってさ、それしかないもん。だから雲の上にいるときはキャラクターだって全部ゴーグルを下ろしてマスクしてさ、要するに何て言うんだろう、手焼きの存在感を可能な限りさ、表情を見せないことによって、見せないんだけど立感があるんだよね、それはだからセルを乗っけることでさ、面白かったね、セルのさパイロット乗っけることで、あの 3D の戦闘機はさ初めて魂が入るんだもん。それは 3D やってたらさ、林くんがそれ見て感心してたんだもん、だセルが座るとなんか妙にやっぱ気持ちが入りますよねってさ、でも無理やりやったの。でもあれもだからもう二度と誰もやらないって言えばあれがどんなに手間暇かかるかって考えても誰もやらないもん。僕はさ、だから世の中のさね、多分新聞の表とかではね、間違いなく皆さんはさ、もう一回手書きの世界に、ね、原点に回帰するんだっていうさ、ね、いや言ってみれば何て言うんだろう、いや美談としてさ、ね、持ち上がるに決まってるってさ、いやそれ違うんだよそれ。日本のアニメーションはとっくの手書きの世界ではもうね、何もできなくなってんだよ、その達成度としては、今テレビで流れてるようなやつ、ああいうアニメーションだったらいくらでも量産できるよ、あるクオリティを実現しようと思ったらね、手焼きの世界に依存したら何もできないよ、映画というふうなスケールでは何もできない、それこそ10分20分の短編ならともかくさ、皆さんだってそれ分かってるわけないんで、でもさ僕に言ったのは、それでもやるんだってさ、ミヤさんとジブリの世界の中でそれはかろうじて実現したかもしれない、だから例えばさ、でもあのクラゲのシーンとかね、CG でさ、ね、3D でさ、見事なね、実写と見まごうようなさ、美しいクラゲのさ、群生のシーンをすることは可能かもしれないけど、あの手書きで描いてあの雰囲気は絶対出ないよ、間違いなく、それは確かなんで、やっぱ手技が持っている良さっていうのはね、それはおじさんの前はね、工芸品って言い方してたんだよね、まあ工芸品、日本人のアニメーションも実はその伝統の一つだと、アニメーションは工芸品みたいなもんだってさ、僕もそれそう思うよ、僕に言わせればさ、宮大工が作る、ね、見事な、ね、建築みたいなもんなんだってさ、宮大工一人さ、ね、あの一人前なのにどれだけの人間が淘汰されてどれだけの修行期間が必要だと思うんだっていうさ、だから工芸品っていうのはしてのアニメーションは絶対量産できないってさ、でそれはだけどもそろそろそれも限界に来てる。なぜかって言ったら、ね、日本のそういうアニメーションのクオリティをさ、手書きの世界を支えてきた多分20人ぐらいの、ね、素晴らしいアニメーターたちがみんな、ね、支持を超えたんだよ、もう50だよ、50に近いかもしれない、本当に40代後半ぐらいだ、みんな鉄人といえども40超えてんだからさ、ね、それ考えたらこの10年間でさ、これから10年間で何ができるんだろうかってさ、じゃあそれに続く人は出てきてんのか、いないんですよね。なるほど。いや宮大工はさ、渡り職人の集団なんだよ、こっちで五重塔を建て、こちらで近藤を建て、ね、さ渡り職人なんだよ、愛知ってそういう人を育ててたんじゃないの。育てたけどさ、あのクラスの人間はすぐに出てこなかったんだよ、だからうまくいくかどうか分かんないけどね、ジブリちょっと一回もう一回再チャレンジしてみようと思ってるんですよ、アニメーター、アニメーター新人募集して。だからね、こうやって振り返ってみるとね、やっぱり例えば僕とかおしゅうさんがまあ20代、その時って実はいわゆるアニメブームっていうのが始まろうとした時期で、そういうことで言うと、そのいろんなスタジオの門を叩いてこの業界にやってくる人ってのは多かった時代なんですよね。その中から実はいろんな人が出てきた、まあ、これを話してると、実はわからないですけど、あらゆる業種に共通してる問題なんですよ、あらゆる業種。一つあるのはね、昔はさ、そういう人間たちがさ、募集かけなくてもさ、そのアニメスタジオにみんな続々と集まってきたっていうさ、確かにその通りなんだけど、でそれはなぜかって言ったら他に行き場がなかったからなんで、まさに僕はそうだ、他に行くとこなかったんだ、なんかでも映画らしいもの作りたいってさ、映画に関わりたいと思って、結局いろいろさ、ジタバタした中にアニメスタジオにたどり着いて、でそこは意外にもね、やる気があれば何でもやれる世界だったってさ、でそれはだから言ってみれば、あのなんて言うんだろうな、あのどんな優れたさ、あの才能を持ってたとしても、そういう時代に巡り合うかどうかってことは大きいわけだよね、でそういう人間が集まったんだもん、たまたま。だからさ、逆にさ、今多分ね、落ちるとこまで一旦落ちて、クオリティがガンガン下がってってさ、でそういう現状を見た上で、
ね、なんかやろうと思う人間が登場するまではね、うん、多分人為的な操作で何かができるとは僕は思ってない。歴史で言うと普通そうなんですよ、うん、とはいえ、ね、やっぱり自分があってなんか自分自身も財布を作ろうと思う限りはさ、うん、現状で可能な方法をさ、どんな手でもいいから考えるわけ、うん、で他とかもうそれができないとすれば 3DCG にかけるしかないんだよってさ、うん、僕はもともと絵描きでもなければ、うん、一回の演出家に過ぎないんだから、うん、何だってやる。おしさんまでやるつもりなんだな。やるよ何言ってんの発明することで何とかさ監督たれてきたんだから、うん、今後も発明するしかないです、うん、なるほどこの手があったのかっていうさ、うん、こういうスタイルで映画作れるのかとかね、うん、こういう作り方があったのかとかさ、うん、その繰り返しだ、うん、まあ今日はね僕は嬉しいですよ、うん、押井守健在ね、これで引退するかと思ってたけれどどうまたこの続きをやりそうだしまあ皆さんも67でやってるしね、うん、でおそらく70いくつになってもやるでしょうみんな死ぬまで作ってくださいそんな気がしますね本当にね あんたは何やるんだ